芦田愛菜ちゃんだっけ、なんだっけ、あ、トマテレビ、あ、トマラジオ始まりました。芦田愛菜ちゃんみたいなのがさ、なんか、あ、すいません、芦田愛菜ちゃんみたいな子が、なんか昔こういう歌出してたんですよ、なんか。なんか、牛丼牛、吉野家牛丼牛。あ、なんだっけ、なんか、なんか、牛、なんか検索すれば出てくると思いますから、牛って検索すれば。なんか、吉野家牛丼牛。みたいなね、歌を出してたんですね。で、芦田愛菜ちゃんってもうでかくなっちゃったんだよね。うん。丸もりもりも入れたけど。丸もりもりもりだっけ？もりもり丸も。丸丸もりもりみんなもりよだ。もりマント対決して、ポンポコポンちゃんちゃん。とかって。犬が出てきたね。あと、安倍貞夫。ね。うん、安倍貞夫もいい役者さんですね、あれね。うん。で、その話は置いといて、吉野家を語りたいと思います。ね。吉野家って最近24時間じゃなくなっちゃったんだよね。僕なんかはもう、5、6年前、違う、2、3年前までかな？ 3 年前までは、24時間やってたと思うんですよ。だけど、最近は12時、午前0時で閉まっちゃうんだよね。あのね、じゃ11時半になったら行こうと思って、車飛ばして、結局遅くなっちゃってね、あの、なんだかんだ、うん、いろいろ、あの、ちょっといろいろありまして、うん、昨日の今日なんでね、うん、12時過ぎになっちゃったんですけど、そしたらもう電気が全部閉まってて、看板も電気が消えてたんですよ。あれ？と思ったんですよ。あれ？吉野家どうしちゃったのかなって。で、中入ったら、もうなんかカーテンみたいなの閉まってて、バーって。あれ？吉野家どうしちゃったのかなって、そこで車止めて、エンジン切って、あれ？吉野家どうしちゃったのかなってまた思って。そしたら、そこで気づきました。あ、吉野家はもう終わってたんだって。で、スマホで営業時間とか調べたら、あ、なんだよ、もう12時でしか空いてないの？ 12 時までなの？ 24 時間じゃなくなる？はい、ここら辺も落ちたなーって思いましたね。で、落ちたなっていうか、ここら辺もそういう風になっちゃったかって。あの、テレビでちょっとやってたけど、最近24時間がどんどん廃止されていくって。で、昔はもう24時間ってなかったんですよね。僕たちがちっちゃい頃は。うん。最近だって24時間ってのはだんだん出始めてきたんだよね。うん。でもね、僕は24時間賛成だったな。だって夜勤帰りの人とかってさ、寄りたくない？あ、寄りたくないですか。ね。せっかくガソリン代さ、はたいてさ、車で飛ばしていったのにさ、やってなかったらさ、超ショックじゃね？マジ、そこ来ればだ。よろしく。来れば、オンザ、エビシール。これ最近来てるね、うん。あの、国民的行事ってね、来ればのあのソロのね、曲でね、来ればオンザ、エビシティって始まるんですよ。うん、ちょっと、歌詞デタラメだから、ちょっと僕歌詞ね、ちょっとあんま見ないからね、適当に喋っちゃってますけど。中村徹が出てますね。まあ、それはどうでもいいんですけど、ちょっと置いといて、こっち。で、あの、吉野家についてでしか、吉野家についてでしたよね。吉野家って、僕大好きで、よく一人で食べたりするんですよ。店内で。そうすると、紅生姜をまず、めちゃくちゃかけます。はい。タダだと思ってるんで。うん、タダだけどね。うん。そのチーズをトッピングしないとダメです。で、俺思ったんですけど、吉野家って、夏はチーズを持ちからできないところもあるんですって。てか、できないんですって。なんか、腐るからとかって言われたんですよ、前。店員さんに、チーズトッピングして持ち帰りたいんですけど、つったら、チーズはトッピングできないんですって。なんでですかって言ったら、今、ちょうど7月、8月の夏なんで、持ち帰りされると、ちょっと腐っちゃって、なんか、食中毒とかになっちゃうんで、とかって言われて。そんなことってあるんですかつってね。うん。うん、いたら教えてくださいって。それは言わなかったですけど、はい。で、チーズを、僕は、夏以外は持ち帰りますね。で、僕ね、絶対牛丼屋でね、卵はね、トッピングしないんだよね。みんな卵さ、牛丼だったら卵トッピングが当たり前じゃん。なんか定番じゃん。お約束じゃん。ですよね。ですけども、あの、卵は僕は、なんか、どこでも買えるじゃん。卵なんかっていう頭があるんで。うん、そこへのおこっけのあの、敷地内から鶏の卵を奪ってきてかければいいなんて。いや、そういうのは、それはいきませんけど。
で、まあ、吉野行くと、まあ、まあ、ほとんどでもテイクアウトですね。持ち帰りです。吉野ってやっぱ肉の味がね、なんか、生々しいっていうかなんかね、やっぱりこう、うん、牛をね、食べてるって感じしますね。牛を食べてっていうかなんかちょっと臭みはあるけども、なんかさっぱりしてて、まあ、すき家と比べるとね、あ、すき家の方が臭いかな。あ、すき家の方が臭いってみんな言うよね。うん、吉野はさっぱりしてますね。でもアメリカ産牛肉をほぼ使ってますし、最近はすき家もアメリカ産牛肉を使うようになりましたね。で、吉野の牛丼はね、飽きないんですよね、あんまね。で、たまに無性に食べたくなるんです、週に2回か3回は。うん、で、昔は僕なんか夜勤帰り毎日吉野家行ってましたけどね。あの24時間空いてたから。最近は空いてないから行けないけども。まあでも、吉野家は美味しいです。昔なんかサラリーマンのね、方が、子供にね、こう、なんか、仕事帰りかなんかサラリーマンの、ね、都会の、ね、子供にこう、おいおい坊や買ってきたよつってね。で、子供が、ありがとうつってね、そんで、机にボンと置いてね。で、吉野家牛丼、並380円とか CM がありましたけど、皆さん覚えてらっしゃるでしょうか？ちょうど昭和なんですけども、はい。80年代ぐらいかな。70年、もうちょっと前進出してましたからね、吉野家はね。もう東京には。でもあの時は高価でしたって、みんな言ってますけど。うん。初めて食べた吉野家とかケンタッキーの味を忘れられない方いるんじゃないでしょうか？僕より一回り二回り上の方は。はい。で、吉野家はね、本当に贅沢でした、昔は。僕なんかだって、社会人20歳ぐらいになるまで吉野家は食べたことなかったもん。うん、すき家はあるけども、すき家のキムチ牛丼が定番でしたね。もうすき家って言ったらキムチ牛丼って。もうキムチ牛丼の発祥ですから、すき家は。その前店があったら、ちょっと あると思うんですけど、教えてもらいたいですね。はい。もう、牛丼のトッピングの元祖はすき家でしょ。全勝でしょ。吉野家さん、あ、吉野家さんじゃないです。ねえ。よくなんか、名字でも吉野さんって方がいっぱいいらっしゃるじゃないですか。そういう方を見ると、あ、この方たちも吉野家っていう牛丼の先祖なのかなとかね。それか、絶対関係ないと思うんですけど。だってあれは、一世代がもうバラバラになっただけですからね。うん。それは失礼ですからね。言っちゃいけませんけど。もう本当に大好きですよ、牛丼。あそこの牛丼は。はい、特に通学なんてね、ありますけど。うん。もう本当になんだろう。こう。うん。で、すごい早い、出てくるのが。吉野家は。一番じゃないかな。松屋も早いね。店内で食べればね。うん。すんげえ早いもん。もう頼んだらもう10秒出てくるんじゃないかってぐらい。うん。ファストフードだからね。うん。吉野家頼むと財布しまう前に出てきますからね。うん。なんか、あ、お会計はとか。財布の中のお金確認したらもう出てくるからね。うん。あれいくらあるからって。いや、でもね、すごく美味しいですよね。あのね、やっぱうちの周り吉野家店舗少ないんですよ。だからもう市街どころかもう本当に町の方行かないとなくて。うん。で、今、すき家が一番店舗あるのは知ってますけど、うん。すき家はトッピングがあるからあれは人気なんですからね。あとカレーとかもちゃんとあるし、でっかいカレーとか。うん。で、季節限定で季節限定メニューはすぐ出るし、うん。吉野家の持ち帰りのパッケージ好きだね。
なんかちょっと発泡スチロールっぽいやつ、茶色っぽい。あれね、なんかね、昔で言うなんかね、マクドナルドのフレオフィッシュを持ち帰りしたね、パッケージにすげえ似てる。ああいうなんかぽかった。発泡スチロールっぽいやつ。うん。僕はあのマックで最初に食べたのフレオフィッシュですから。うん。あれ最初食べた時は美味しかったね。てか発泡スチロールがまずすごい素敵だった。うん。なんじゃこりゃーって、なんか。これがアメリカかって思った、最初。これがアメリカなのかって。うん。なんかね、最初マック食べた時は、もうフリオフィッシュってのは完全に覚えてるんですけど。うん。なんかね、無意識で食べてたね。うん。もう、なんか、あ、これが店の食べ物なのかって、お店の、ちゃんとあの、もう全部のお店の食べ、これがお店に行った時食べるものなのかって思ったね。うん。家で作るものしか食べてなかったから、あ、これがお店で食べるものなのかって。うん。あの、すごかったですよね。あ、冷やし中華も食べたい。最近食べたばっかりだけど。なんかさ、あ、なんかそうですね。吉野家。吉野家まず最高ですよ。夜中めっちゃ美味しいよ。夜中食べるの。でも肝心な夜中からや、もう閉まりますからね、今ね。うん、そこがちょっとね、うん。肝心な夜中から閉まるって一番美味しい時間帯から閉まるというですね。吉野家やってくれますね。僕の期待を大いに裏切ってくれます。はい、うん、僕、11時、12時したらまだ夕方だもん。最近夜行性すぎてね、ちょっとね、もうハクビシンもびっくりですよ。もう最近夜が朝になって、朝が夜になってね、とんでもないことになってますけど、まさにあれですよ。あの、どこだっけ、あの、アメリカンですよ。あれ、アメリカって時差、いくつだっけ、時差が日本と本当に逆な国を教えてください。アメリカだっけ、フランスだっけ、わかんない。ブラジルか。ブラジルはもっとあるか。で、僕、吉野で牛丼買ってきたら、まず、次の日の朝食べるのとか、普通に買ってきますから、で、冷蔵庫に入れとけば、そんな1日2日では腐らないし、やっぱね、家でレンジして温めると鮮度が落ちるね。なんかね、食べてわかるけど次の日の朝。あ、買ってきたばっかりの時ってやっぱそれ当たり前ですけど、なんか次の日食べるのとはなんかすぐ味がもう違うんです。肉のも質が落ちてますね、完全に。これはもう皆さんわかると思うんですけど、あの、ほんと、すき家でもそうだし、マックでもそう。マックなんかもっとそう。マックなんかもレタスなんかも茶色っぽくなってますから、次の日ね。特にチキンクリスプなんか超わかりやすいんだけど。なんかね、やっぱ次の日食べるもんじゃないですね。その時にも、なんだっけ、メイクトゥーオーダーで食べるのがいいと思いますね。はい。ポテトなんか持ってんのかで、ポテトなんかもシワシワになっちゃってるもんね。